はい、ということで、あ、もう始まってた、始まった、またセッションしてましたけど、ほんまに始まってたよ、はい、再開しました。いや、再開した。いや、先ほど名曲ができましたよ。すいません、ありがとうございますね、大人少女という恋愛ソング、はい、配信されるのを楽しみに。そうですね、もしそれがあれば実際にちゃんと曲として配信されるかもしれないんで、はい、皆さんご期待ください。ということで、ここからもう一曲作りたいと思うんですけども、いただきましょう、行きましょう、いただきましょう。次のテーマが芸人ソング。芸人ソング、なるほど、まあ、もちろん我々芸人ですから、はいはいはい、芸人としてのこの生き様を歌ったりとかね。トニーはな、そうなんですよ、出るもんな。そうなんですよ、さっき PV を見てたんかな、みんなは見てくださった方は全然聞いてくれたと思うんですけども、はいはい、吉本からその芸人ソングを出しまして、うん、僕がお世話になった先輩が辞めるときにこう、なんて言っていいかわからなかったので、うん、それをもう曲にしてなんですよ、曲にして、うん、いつか聴いてもらおう、まあ、聴いてもらうとも思ってなかったんですけれども、うん、こうまとめたものが配信になりまして、うん、面白かったもんな。ありがとうございます。ぜひともそれ、リリースされてるので、はい、ぜひとも皆さん聴いていただければと思います。ラフ&ピースミュージックから配信されてますのでよろしくお願いします、はい、それと藤井さんも、はい、あ、僕もなんか8曲ぐらい、なんか、まあ、8曲、曲あのコントに近いぐらいの音源、そのままの音源やったりしますけど。なるほど、なるほど、はいはい、まあ、いろいろやってますね、うん、高博さんも、僕もあのファーストアルバム、ファースト高博っていうのがファースト高博アルバムね、5曲組のアルバム入って絶対次出す、1曲やってますか、はい、1曲の時間なんか1曲というか、まあ、5曲で9分サクッと、サクッとあの5曲で9分呼び添い方、いつでも弾けるっていう。なるほど、サクッとこうやって、そうです、一番長いから2分半、なるほど、うん、あと52秒とかそうなんですか。でも、その配信してますか、ね、なるほど、配信して、はい、出ますから、はい、聞いてください、よろしくお願いします。ということでね、芸人ソングを作るんですけれども、はい、今回もゲストの話聞きながら、同じように、はい、行きましょう。ゲストの話行きましょう。ゲストのお二人どうぞ。どうぞ。はい、さてがすまんな、ありがとうございます、本当に。結局ね、結局なんですね、結局ずっといるっていう、結局坂田です。はい、ここから今最初アップ、山田が来ました、来ました、またしたな。いやいや、全然全然、すまんな。さっきの聞いてた、聞いてました。西田の話、そのレッテのことあるじゃないですか。あ、多分その翌日ぐらいに話してるんですよね、西田が僕に。あ、じゃあ本当にあって思ってた。本当に恥ずかしい女の子の気持ちでした。左人も聞かれてなかったかな、あれみたいな。もう本当のやつやったん、感じだったんで。あ、それが好きなんだ。いやいやいや、そこで落とすね。本当に好きでした。好きなのいいとこでしたって落としたの。さっきはでも恋愛ソングでも女芸人のソウルとかを落とし込んだ恋愛ソングでしたけど、はい、こっから作るっていうのは芸人ソング、芸人ソングだから、いろいろありますからね。まあ、だから北野武さんの浅草キッドみたいな、はいはいはい、あれ熱い曲あるじゃないですか。もあるし、ね、そう、夢に向かって的なのもある。ああ、なるほど、はいはい、そういうような曲を作るってことですね。なるほど、そういうこと。確かに熱い。どうしますか、ね、芸歴は今何年目になるの、2人と。僕は、東京16期、19年目です。9年目、うん、で、東京19期の6年目です。9と6、はい、まあまあ、いろいろ、酸いも甘いも、うん、酸いも甘いも、なんかそれ熱い思い出とか聞いて、酸いも甘いも、酸いも甘いも、吉本の酸いも甘いも、あんま芸人が酸いも甘いもとは言わないです。言わないです、酸いばっかり。そう、ウルトラブギーズコトとかも言わないです。ウルトラブギーズコト高広が言う、それも言わない。コトとか芸人は言わない。酸いも甘いも、酸いも甘いもも言わないです。もう始まってるってことですか。もう始まってます、はい。まあ、だからトニー・フランクみたいに辞めてったなんか芸人のことは、ああ、ドラマなんか人生で一番熱かった思い出聞きます。あ、芸人人生で、で、俺らも気持ちは分かるけど、いや、それはそうよ、なんかあるあるとか書いてって、ああ、やるよなみたいな、みんなで作りたいっすよ、もう。え、正直、うん、芸人ってどうしたの。急に投げてる感じするけど、もちろん僕らももちろん喋りますけど、みんなで、みんなで、みんなで意見として一曲作ると、はい、なんか初めての劇場ってマジで楽屋どこっていうかわからんかった。そ, そんなもう歌いに出るし、全然できるもんな、芸人ね、受ける滑るとか、受ける滑る、
僕田舎出身なんですよ。田舎だいぶ田舎出身で、そのお笑い始めた理由が、めちゃくちゃ田舎の町なんですけど、はい、そこの町に年1回週末吉本が来るっていう時が、はい、田舎に結構来る。ちなみに場所は群馬県。群馬ね、はいはいはい、はい、そうなんです。田舎はもう田舎ですからね。田舎で町で人口も 3,4 千人ぐらいしかいないところ出身で、そこに毎年週末吉本が来てて、そこが結構まあ1000キャパぐらいあるとか、はいはい、でかいところやるもんな、本当に感じでありますよね。でも人口自体は 3,4 千なのに1000のキャパが速乾になるんですよ。はいはいはい、なるほど。で初めて小学校の時に見に行った時に、小学校、そうです、当時すごくて、浦真代さんとかフットボールアワーさんとか、そこら辺の人たち、N1 のノリに乗ってる人たちが来た時で、田舎者として初めて芸能人を見たっていう時で、出てきトップバッターがフットボールアワーさんだったんです、多分。その時に出てきた時の、あの大歓声、はいはいはい、あ、こんな田舎者でもやっぱりスターって分かるんだなっていうのが、もうずっと印象に残ってて、いつか自分もここに帰ってこようっていう、そこで残って、っていう対戦という、いいぞ、いいぞ、いいぞ、確かに、そのお笑いをこう、はい、好きになったきっかけっていうのは、歌にできるかもしれない。田舎町にやってきたスーパースターに心を打たれたわけ、そしてこの町に俺も帰ってこようと思ったんだよ。ハードボイルドやな。そんな言い方したらハードボイルドブルースやな。思ったんかい。帰ってこいと言われるか、いつか俺もこの町に帰ってくるんだ。バーボンもよしバーボン、それはもうジョーンディー、俺たちが熱くするバーボン用意して、セーフ劇フォーカスなんですぐらいですよ、これね。いい、いいじゃん、いいですね。これ実は続きがあって、あれ、何ですか。2年前ぐらいに帰れたんですよ、僕。まあ売れてはないんですけど、やっぱり、あ、意外とあるな、こんなタイミングでもう帰れるんやとか、その地元だから入れてくれるとかもある、ね、そうなんです。それで入れてもらった時に、僕、おばあちゃんがいるんですけど、おばあちゃんも一緒に見に行ってた時だったんです、小学校の時一緒に、おばあちゃんだったんです。で僕は無限大、渋谷の無限大ホールで活動してて、単独ライブとかも毎年やってて、まあ、親戚とかも来てくれてたんですけど、おばあちゃんだけやっぱり足とか、まあ、そのやっぱ東京が長時間の移動なんで、まあ、これがお笑いライブ来れないということがあって、おばあちゃんが僕が2年前に初めてその週末吉本に帰った時に、地元に初めて僕のお笑いライブを見に来てくれて、僕が一番最初に出てった時に、おばあちゃん関係者で結構まあ2列3列目ぐらいで座って、どう思うって出てきたら、おばあちゃんが泣いてた。うわー、それはいいよ、めっちゃいい話、めっちゃいい話、めっちゃいい話、めっちゃいい、それはそう。これじゃあもう B メロに行きますか。あ、いいね、B メロよ、おばあちゃんが泣いてた、そして俺は帰ってきたんだ。はい、どうも。A メロ早く帰ってくる。1年目で売れた。最初は意外とすぐに帰ってきた。いろいろあって、いろいろあって、いろいろあって、変な特設。はい、どうも。はい、どうも。皆さん元気ですかと言ったら、おばあちゃんは泣いていた。皆さん元気ですが、渡せない。はい、どうも。おばあちゃんがいる芸人が泣いてる。皆さん元気ですか。かけたかった。絶対そんな漫才師見たことあります。はい、どうも皆さん元気ですか。マジいないですよ。マジないっすよ。マジ元気出していきましょう。外線みたいな。元気出していきましょう。外線ライブみたいな。外線ライブ。外線。そうせもう全部感じが。外線ライブ。外線ですもん。はい、どうも。外線ライブ。うわー、いいですね。外線ですもん。外線涙を。でも笑ってたんやろ、おばあちゃん。いや、もう笑ってくれてはいたんですけど、2番手の佐久間一之さんの時にトイレ休憩行っちゃって、佐久間さんに死ぬほどいじられてた。どこ行くんですか、おばあちゃん。まあまあね、声かけられるな。いいなぁ。いや、もういい、もうすでにめっちゃいいじゃない。めっちゃいい。なるほど、なるほど。確かここは凱旋はあるね。夢。俺も一回その、ちょうど週末吉本に帰った時と地元に、みんな見に来て、おばあちゃん見てくれたけ
ど。キングオブコント前。え、前。あ、前。だから本当にたまたま入れてくれたの、地元だから。で、終わりで、その友達と飲み行くみたいな合流しようとしたら、幼馴染の女の子とたまたますれ違って、で、その子めちゃめちゃ綺麗になってた。っていう覚えてた。あれ？え？それ、なんか言われたとかじゃなくて。で、言われてるわけで、それで、え、一般社会人の話ですか。一般社会人の話してる、思い出の話してる。プレーンの差だ。プレーン、そういうのもあるよね。そういうのもあるよね、の一つの言い方です。綺麗になってたってめっちゃいいですよね。あの子綺麗になった。斉藤和義さんの曲でもずっと好きだったんですけど、ありますから、あれもちょっと熱いですよね。ちなみにあのコメントも全然いいですよ。あのこういう風に私たちには見えてます、はい、確かにお客さん目線というのはね、確かに全然いいですよ。いいですね、うん、熱くなった瞬間、まあまあもしあればあれば、はい、うん、パパとは僕はね、何やろな、一番熱くなった瞬間、本に全て書かれてはますから、読んで確かに書けるもんな。一番マジで熱かったのは、うん、100本ネタ作って、マジでしんどかったんですよ。はい、限界以上だったり、1年間過ごして、キングオブコント、結局、決勝もいけずに、準決勝で負けるんかいみたいな、うん、があったんですけど、それこそブギーが行って、うん、ちょっと身内が行って、なんか感情が殴って、泣けなかったんですけど、終わって、見終わった後に、その外にコンビニに先行くかみたいな感じだった時に、うん、母ちゃんから、本当に、チラッとあの多分受かってくれっていうこのお祈りしてた瞬間映るじゃないですか。はい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 。あ、その瞬間を母ちゃんがやっぱ見てて、うん、チラッと映ってたね、嬉しかったよって LINE 来た時に俺マジちょっと崩れてる。崩して普通に道で立って立ってられない。全部出た。力が抜けて、いや、だからまだまだ売れない俺だけど、チラッと映る俺の姿でも母ちゃんは涙をしてくれたから、まだまだ売れない俺だけど、売れない、髪の長い女はいるかい。なんか聞こえてきたもん。ロングヘアの女。なんか聞こえてきたのか。チラッと俺の姿で映る俺の姿、喜んでくれたみたいな。だけど母ちゃんは喜んでくれる。母ちゃん、母ちゃん見ましょう。チラッと見ただけでもね、ところもそのエキストラとかでさ、はい、CM チラッと出ただけでも喜んでくれてた人。いいね。これがサビ前みたいな目の。そうですね。でもう一回繰り返そうか。そうですね。もう一回。で、帰ってきましょうか。もう一回やりましょうか。いい日ぐらいは行きましょうか。芸人ね。芸人な。やっぱ辞めていった同期もいっぱいいますからね。いや、本当は面白いやつらも辞めてってたりとかね。また止められへんだよな、これぐらいの、はい、芸人になってくると。確かに。もう尊重するしかない。ね、うん、いろんな人生ありますから。うん、どうせせっかく帰ってくるんやったら、僕たちの思い出も入れますか。確かに入れてほしい。レベルとか、なるほど。芸人、熱かったし。はい。うん。熱い瞬間。芸人としての熱い瞬間ね。あ、僕めっちゃ切ない話していいですか。トニーの切ない話。あの、R1 グランプリ、僕、2010何年やったか、何年か前に、本戦まで行って、優勝ダメだったんですよ。うん。で、あ、悲しいなって、山本まさみさんが優勝されて、でそっから僕1ヶ月ぐらい経って公園でギター練習してたんですよ。で、よく僕ピックの中にボンってこのサウンドホールっていう穴の中に入れちゃうんですよ。入っちゃう、入っちゃった後取る時ってこう逆にするんですよ。ほんで振ってたら落ちてくるんですけど、なんかパラってなんか落ちてきて、え、何これと思ってパッて見たら四角い紙、うわで、これもあるわ、金色の紙やったんですよ。これ何かなって思って、よくよく考えたら、山本雅美さんが優勝したら、紙吹雪がこのギターのサンドホールに入ってて、あ、で僕それ、ちょっと泣きましたね、その時に。うわ、うまくいっちゃったな。それを思い出したっていう。うわ
めちゃくちゃいい。うわ、めっちゃいい歌詞にしたい。それいい感じに。あれでもサウンドホール入りがちよな。でも俺も歌ネタの時メンバーが優勝した。うわー、4枚ぐらい入ってめっちゃ入ってくれよ、俺も。そう、めっちゃいい。サウンドホールに俺、僕のじゃない紙吹雪みたいな。そうですね。まあ確かに。でもちょっとダサい、それ。いや、絶対いける。絶対メロディーのせい、絶対いける。長いのはあの歌詞つけろ。歌とメロディーだけ。ちょっと歌詞を。けるのかな。ショーレース。出なかった、ショーレース。ショーレース。しばらく、しばらく立って、サウンドホール。サウンドホールというワードがいいね。かっこいいですね。サウンドホール、サウンドホール、でサウンドホール、僕の、僕のものじゃない紙吹雪、なんだろう、あれなんていうんだ、紙吹雪、優勝の優勝の紙吹雪、紙吹雪っていうから、あれなんかピシャーンって出るやつしたね。キンキン、僕のものじゃない紙吹雪ってマジ最高のワード出ましたわ。そうでしょ。サウンドホールに死ぬ方が僕のものじゃない紙吹雪、吹雪入ってた、いいね、そんなん出したい、もっと僕のものじゃない紙吹雪入ってた、マジで入るよな、これ入るんですよ。そうね、入るんすよ。おカウントダウンライブの後とかも入ったりするね。入る入る入ってる、安くて薄い紙吹雪は入る。いやー、いいですね。じゃあ、いいね、ここで辻井さんの思い出いきますか。俺の思い出なんやろな。でも、あの嬉しかったんは、嬉しかったこと、ね、あの去年、地元、あの兵庫県の神戸市なんですけど、うん、親戚がやってる焼肉屋に久しぶりに行って、はい、で、まあ、そんなそこまで大した話でもないけど、お久しぶりって言って、で、あおちゃん元気とか言いながら、まあ、飯食って、で、パンって出るときに、ちょっと待ってって言って、おばちゃんが、その焼き肉屋のおばちゃんが、の店のみんなに、ちょっと聞いてくれろ、みんなって、この子、吉本で芸人やってて、アイロンヘッドって言って活動してます、みんなマジで応援しちゃってくださいって言って、満席のお客さんの前で、頭下げ出して、うわ、これ、マジで。申し訳ないというか、なんかこう、なんかちょっと熱い気持ちになったというか、で、なんか頑張りやーって言って、こう最後握手してくれた中にもうなんかお小遣いなんか入っとって、いや、結局俺が、なんかこう、食うて帰るつもりやったのに、その分のお金また渡してくれてるわと思って、なんか、ちょっと頑張らなあかんなと思いましたね。あんなに、もうみんなポカーンとしてるんだ、お客さん。何言ってんだもんね。ちょっと泣きそうです。これは、最高に、いや、すごいね、よかった、めちゃくちゃいい歌詞でした。おばちゃんもごめんなって、うわ、だから、歌詞は、焼肉屋のおばちゃんが叫んでた。いや、もっと上手くできる、もっとできる、そうなんですよ。かわしたアクション、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 マジあんなことするんやん、包んだと応援愛、応援愛、お金全部いけるのこれ、まるで短編小説書きたい。今の創作力が、はい、ここちょっと過去書いて、なんかちょっともう恥ずかしくもあったけど、なんか嬉しいな、嬉しい、めっちゃありますから、どんな感じで書きましょうとか、うん、いいですか、地元の焼肉屋で、地元の焼肉屋、焼肉屋っちゅうのがいいね。関西の焼肉屋っちゅうのがいいですよ。地元の焼肉屋で、で親戚が、おばちゃんがですもんね。おばちゃん、まあ、おばちゃんでもいいや、焼肉屋で、おばちゃんが、おばちゃんが、なんやろな、周りの人がどんなにポカンとしても応援してると叫んでくれたみたいな、でもいいけど。周りの時間とくるよな、あれ。おかんも、なんかドラマ見てるみたいな感じの、ほんまに。バッチリでありましたよね、その人。え、こんなみんなの端止めて言うことあるの？バッチリで見てる。みんな聞いてください。へぇ、そんな焼き肉屋聞いたことないもんな、マジで。
俺そのね、お小遣い渡すのも最高だよな。頑張りだっつって。気持ちがね、あっつか。今おばちゃんっつって。こんな感じですかね。まあまあ。高井尾。高井尾さん。高井尾。わあ、俺。高井尾なんてもうお母さんの話しちゃったやろ。お母さんの話なんて、そりゃそう。いや、だから、僕、その、絶大の応援してくれてるから、親が。まあ確かに。で、それこそキングオブコントなんてもうちょっとで手が届きそうやったわけじゃないですか。その時の感じとかもなんかいいかもしれないです、ね。だから親の LINE で、だから僕がトップバッターでネタ出るじゃないですか。あ、てかもう単純に電話決勝決まった時、はいはい、本当はシークレットだけど、まあ親には電話した。まあ親にはね、まあそれは。そりゃそうやろ。で、ちょっともう 夜中の12時ぐらい電話して、どうしたの？お、多分なんか分かった、準決、今日準決勝終わって結果が出てること、うんうん、どうしたのつって、で、あのキングオブコントだけどつって言ったら、うん、ちょっとまあ、はい、おお、決勝行けたわ、おお、ふぅ、ふぅ、つって、もう喋れなかったです。やっぱ泣いてたね。泣いてて、濃いな、そう、つって、ありがとう、つって、これで行って。じゃあね。伝わらない。それは伝わらない。え、なんか上手だね。はい。夜9時は夜9時は使っちゃう。本当や。夜9時は使うか。使うか。そんな勝負じゃねえよ。俺もそうだった。なるほど。お互い喋るのかな。まあでも嬉しい知らせをできるっていう感じはいいですね。電話で、電話口でってなんかめっちゃいいですよね。いいね。決勝行ったよとかも言っていいんじゃないですか。もうそれぐらいこう走り抜けても、ああもう本当にガチなやつで。決勝行けたよ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 。で決勝までの間、その。地元の神社めちゃめちゃ回ってたし、まあそうするわな、やっぱりするよな。運は運気でするんですよね。僕の母ちゃんもそのなんか本が出ましたっていうか売れるときにお百度参りしたっつってました。話で小井の木神社っていうハートだらけの地元の恋愛上手で高校生しか行かないよ。農作業日のおばさんが500の前にして、それはもう怖かったと思います。そうだよ、ね。地元の中高生が。農作業セロリアの。セロリアが決勝決定電話口で。で伝えたら言葉にならない。言葉にならない。言葉にならない。いいですよ。気持ちいいなんだ。頑張れよ。言葉にならない、頑張れ。おめでとう。おめでとう。ならない、おめでとう。おめでとう。3回目ぐらい。嬉しい。ありったけのバーボン用意してくれ。この店の。この店一番強いやつ。一番強いやつ。いいですね。これちょっと、これお客さんが言ってるんですけど、はいはい、涙は煙のせいっていうのをちょっと言うみたいな。あー。煙のせい。なるほど。焼肉屋のね。なるほど。いいじゃん。めっちゃいい。すごい。めちゃくちゃいいや。こういうのは採用してみたいですね。そうですね。涙は煙のせい。涙は煙のせい。ですね。サビだね。じゃあ、まあすごい順調じゃん。すごいスピードで。まだまだいけそうだけどね。まだまだいっぱい膨らんで。もしよければ、あ、確かに。原田さん残っていただいて。原田石田さん。原田石田も元気。芸人の熱い思い出、エピソードだけでもおっしゃりましたら、恋愛しかないよ。何やあとしかねえんかも。何やと思ってるお笑いは。いや、ある。ある、ね、あるなんか思い出したことあったら全然。ちょっと僕やっぱ長い彼女も。ああ、そうだ。煽ったもんな。はい。ドラムロもそうですけど。うん、長い彼女をやっぱり幸せにできなかったという。そうね。いやだからこれね、思うのが、僕10年付き合ってた彼女いたんですよ。
で結局そういう生活とかさ経済的な面で、まあ、自然消滅したんですけど、その結局今思うのはその早く売れてない自分が悪かったと今思うんだけど、結局はでその時散々ずっとさキングオブコント決勝行きたいって彼女に言ってたから、そうで今行けた今叶った時にはいないっていう、そうなん振られおめそうなんだよ、別れた後に結果が出るんだよ、そうよね、クロスしてもらえたら俺も別れた後に本とかテレビとかで、ね、ラジオも決まったけど、その時一番喜んでくれたはずのあの子はもうおらんのよ、それかけかけ、これサビ持ってきましょうか、叶った時にはもういない、叶った時にはもういない、え、これ今回何時までいないか、これ8時半くらいまでなんですよね、え8時まで、8時まで、あと45分、うん、なるほど、ちょうどいいですね、サビにしましょう、これ叶った時にはもういない、めっちゃ寂しいな、もういなくってさ、いなくってさ、いなくってさ、もういいっすよ、しっぽくするな、ふざけてない、ふざけてない、ふざけてない、ふざけて、そっちの方がおしゃれになったりする、ダサいで、いや、いや、ほんまだったらドッコサーとかのやり方、違う違う違う、ほんまだったらドッコサー、キーボードのドッコサー、さいなくってさ、もういなくってさ、おさーやすぎてもあれだから、ふざけとってくださいよ、でもこれ歌ってみたらこれまあまあでもいいかもしれない、味になったりしますから、いいですね、うん、はい、なくってさ、ね、これ2番とかできそうですね、このペースだと、そう、なくてさ、確かに恋愛に絡まってくるからね、ちょっと僕がしたかったんだって入れて、ちょっと僕がしたかったんだって入れて、僕がしたかったんだ、僕がしたかったんだ、聞きますね、ああ僕がしたかったんだ、僕がしたかったんだ、何のでしょうか、したかったんだ、いや、気に入る決まってんだろ、君を幸せにに決まってる、君を幸せにいこういいんですよ、自分が当たり名だろ、当たり名だろ、当たり名のことをポニーが聞くからさ、当たり名のことをポニーが聞くからさ、やばい、ちゃんとアメリカの話みたいになるこっちはこっちはこんなもんよ、あ、でもちょっとありちょっとありだな、おかしなってるの、おかしなってるの、めっちゃかっこいいじゃん、トニーが、トニーが聞いたよな、やばい、結局さ、お前どうしたかったんだ、あの子違う話、アメリカの多く話してるから、フォロハウスの話とか、あ、ダメなことないよ、ピザな、俺言ってやったんだよ、違うぞ、お前したかったんだってね、見よう、幸せにもあるし、どうか幸せでいてくれてもあるし、わー、うん、笑ってくれて、結局恋愛ソングっすよ、ほんとだね、いや、ちょっともうその辺にやめていいんですか、それで芸人にしましょう、芸人ですよ、ちょっと待って、ここもちょっと落ち着いて、うん、ここはこれぐらいにしておきましょう、ははははは、困ったなっちゃう、恋はこの辺にして、恋はこの辺、恋なん、恋、邪魔だ、恋、邪魔だって分かってるのに、またしちゃうね、ほんとはもう何も言わんからね、いいよ恋いいよ恋はもうだけど恋を追わずにお笑いに走ってごめんねみたいな、あ、そういうことだ、なるほど、愛より恋より笑いだぜ、笑いを選んで愛より恋より絶世なんかもっとうまいこと言って、でも笑いを選んでしまってごめんねみたいな、恋より愛より恋より愛より笑いを選んでしまう、いやだいぶやばいよこれさっきのに比べたらだいぶやばいよ、僕は無理、恋より愛より笑いを選んでごめんね、一回書いてみよう、一回ね、全部でこの恋愛はこれでおしまいね、はい、はい、あ、恋より愛より笑いを選ぶボクサーとかです、ね、あ、いいね、あ、いいね、ボクサーさんまさんの歌みたいなのありません、あの笑顔のまんまに、あ、なるほど、恋を選ぶ
ボクサー。選ぶボクサー。バカさにしよう。バカさ、あ、いい。めっちゃ英語で言ってました。早くちょっと本当ハイボールだけ飲ませて。あとあのコメントで笑いを選んだ僕を笑ってくれ。おお、いい。いい。だからそれはまあ採用させてもらう。最高のやつ出た。一人の幸せでたくさんの人の笑顔を選んだんですね。君の幸せより1億の笑顔に飛びついた。その目の前の一人を幸せにできなかったやつが果たしてできるのかとは思いますよね。そうなんだ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 。まさに恋愛の話してる。感じるわけですね。一緒の気持ちよ。相方のこととかもね。いや、そうよ。そういうことや。確かに。じゃあそこ一回また A メロ戻りますか。ちょっとこれでサビ。まあ一回こういうとこ。歌詞を貸して。歌詞で。そうよね。相方ね。相方。友達でも、はい、恋人でもないけど、いつも一緒にいるあいつ。相方な。したいようにしました、はい、うんうん、やっぱね、あんまりこう相方さんの話を真面目に喋ってる姿って見たことないんで、ああちょっと聞いてみたいなっていう思いが。ニーフランコはピン芸人なんで。ニーでアリフランコだから。そうなんですよ。でもお前それこれ歌うときここの部分だけ気持ち入らない。この部分だけゼロにして気持ち入らない。よくないやろ。いやでもそれはもう僕なんかにこう、うわこんなこと思ってんねやっていう。え、それちょっとマジで相方さんとの一番の思い出みたいなのあるんですか。一番の思い出知りたいです。一番なんか森さんとかってこう普段どんな感じなんやろ。ナポリさん確かにその感情ですもんね。感情見えないじゃん、ナポリ。何してんのか、でも分からん。まあ今日はとりあえず手術明けよ。え、昨日から言ってますけど。あ、なんだっけ。あの昨日あの皮膚の手術して全身麻酔。え、帯状疱疹だって辻さん。帯状疱疹は僕です。帯状疱疹は今週僕がかかってまして。え、はい、何も言ってなかったよ、この間会った時。そう、あの時もうだから手術前やったの。何ですか。で、1日にここになんかコブが出てた。え、これ取るに全身麻酔やつ。1日入院で多分今日退院や。うわぁ、そうだから絶対言うのに弱音とかで。確かに言ってしまうよ。いや、そうです。でもブログには書いてたんだ。え、コブ取りに行ってきますね。いろいろ活字なら言えるんだ。そうそう、ブログ今更なんかブログか、ノートかな。あ、ノートね。まあ、距離が近くて恥ずかしくて言えないことありますよ。いや、それはそう。相方だから言えないみたいなのがあるね。そう、いや、組むときってどんな感じのテンションで声かけたりとかする。テンション、あの、コンビ組むときってあれって緊張するもんじゃないですか。いや、これだから、あの、これ、その、同級生入る前から。ああ、そうか、そうですね。あ、そうか、そうか。あれ、今更ジャンプは僕ら NAC です。あ、こっちの方がすごいよな、やっぱ。いや、ゼロからか、ね、同級生に NSC 行かへん。確かにそれもなかなか、なかなかな。 NC で出会ってロックノールコンビ組む。いや、そうじゃん。ロックノール友達にさ、NC 行こうって言うとなかなかロックノールじゃない。いや、本当にロックノール続けよ、話続けよ。続けよって話。一本下駄のあいつって。え、何これは。いや、ナポリ君は大学の時ずっと一本下駄がいとった。え、それをよく知ってる人いますよ。すごいな。なんでだって真ん中1とせえ。だからキャンパスとかにあってもずっとこうやって、バランス取らない。え、立ってられないんだ。立ってられないんだ。こう、筋は名刺でもよく。ボロ。古武術にハマってたからな、昔。古武術。ナンパ奏法でずっと常に歩いて、いかにこう力を使わずに、なんか思いも動かせるかとか。あとここにちっちゃいハーモニカのネックレスつけてる。それをずっとピーッと吹いて吹くよ、吹くようなやつを学校帰りでそれ吹いて一本ゲットです。すごいな、すごいな。変なやつやったもん。さ、出会いからもそうだったってことね。まあまあそうですね。言うな、始める前から。まあでも組む時ってこいつやったら絶対おもろそうやなと思って。こういう時え、あれはどっちから。
は僕彼です。ああ、そうなんだ。それおもろいやつだと思うわ。変なやつだし。状況はどんな状況だったんですか？俺の部屋に遊びに来とって、はい、一緒にお仕事入らないかって。ほんまやってみるかって。うわー、じゃあナポリはそもそも別に何もそういうの考えたら、まあ、そうですね、就職活動してたんで。それでもさ、決まる前に噂聞いてもうわー、就職活動してた。あ、いいですね、そのフレーズ してた。あ、確かに。そんな感じにしてくれても全然就職決定してたのに、捨て去った多分は。まあやろうか。就職さ、バイトやね。バイト。バイト探しようね。就職してた。就職を。タウンワーク。おい、タウンワーク書くな。タウンワークちゃうか。どういうことですか。就職決定する。タウンワークで怒られちゃう。ほなやるかの一言ですよね。ほなやるかいいじゃん。やってみるか。ほなやるかやってみる。それだけは覚えてる。相方は言ったほな。ちょっと考えさせてとかもなかった。なんかちょっと回って、やってみるかって言ってた。いいですね。そっからだ。そう思い返してみれば。やってみるか。今さジャンプは NSC でやってる。NSC でやって、多分19期が NSC からその同級生除いて、その高校からの同級生とか除いてて、多分僕らしか今多分残ってないんですよ。NSC から組んでる、そうな、卒業して、ね、卒業しても解散せずに、NSC の当初から組み合わせ同じコンビでずっとやってる NSC からっていうのね。からっていうのが、で、しかもお互い相方探しの会っていうのがあるんだな、それは。それの最後の余り物同士です、僕ら。めっちゃいいや。そういうパターンもあるよな。それで今更ジャンプってこと？なんでマジで説明してください。いや ジャンプ決めたみたいなこと。今さらジャンプで言ったら、なんなんすか。なんなんすかってことはないから。茶化さないでください。茶化しねえ。一回も茶化してない。俺は。最後のマリモン同士を思えば、俺たちだけになったね。そうですね。確かにもう最後は私がいないと仕事だったのが。いいですね。確かに。マリモン同士。気づけば俺たちだけになったな。気づけば俺たちだけになった。9年目でか。気づけば俺たちだけになった。でも確かになんかやめていくんですよね。そうよね。解散したり、うん、この間俺結婚式で一緒に4人友達、地元の連れ4人で上京したんですよ。あ、俺そうだ、本でみたいな、はい、でコンビ両方組んで出て、で1人がもう辞めるっつって解散し、こいつ解散して、俺と動きは続けてるんですけど、その解散した、辞めるって言ったやつのサボテンの長木ってやつの結婚式がこの間あって、で余興したんすよ。したら結婚式の、引き出物みたいなのもらうじゃないですか、そのカード、メッセージカードみたいなところに俺自分の本にその長木のエピソードが書いたんで、そしたら俺がお笑いの世界にいてくれたことを書いてくれてありがとうって書いてます。メッセージ、俺もそれ10杯ぐらい飲んだもん。それ食前酒のスパーリング具合めちゃめちゃ飲んだよ。泣くし飲むし、うん、お前はこれがね、ずっときました。西田がすごいトロンとした顔です。話聞いてる。西田いいやろ、こういうの。好きな人の後で話。お前行かしてもらえよ。はい、なお前行かしてもらおう。ザジーみたいなやつもいるけど。ザジーって言うの？タイじゃなくてザジーなの。じゃあ C はなんかその感じする？そうですね。地元の、いや、地元の同級生の。やめた。やめた。あいつの結婚式。うわーいいな。やめたあいつの結婚式。いやーそんなあるもんな。ありますあります。やめたあいつの結婚式。あいつの結婚式。余興もしたんですよね。ちゃんと滑ったんですよ。滑った。結婚式はな難しいからな。やめたあいつの結婚式。滑った。滑った。
けどみたいなこと、余興滑ったけど、めちゃめちゃ滑ったけど、けどあいつは笑顔だったけど、滑った、滑ったけど、はい、あれ何件ですか、メッセージカードですか、メッセージカード、メッセージカード、あ、名前の裏ってことでしょ、カードに本書いたとかね、ちょっと長すぎた、なるほどな、まずカードに書いてあった。カードにお笑いの結婚式。あいつの分まで見てもらおうか。セシカードに。セシカードに。お礼を。笑い。お礼を忘れないでくれてありがとう。お笑いしてた俺を忘れないでくれてるでしょ。今日来てくれてありがとう。片目世界にいてくれることにしてありがとうみたいな書いてたもんだよな。そうですそうです。この辞めたけど、このずっと俺が芸人でいたことを書いてくれてありがとうみたいな。ああ、それを短く言うな。短く言うかな。そうか、本難しい。難しいね、めっちゃ難しいですね。ずっと仲間でいて。お前の中で生きてるんだよ、死んではないかも。めちゃめちゃで生きてるし。裕福に生きてる。めちゃめちゃ裕福に元気で生きてる。俺が裕福に。まあまあそうですね。まあまあ言ったらそうです。ああいいな。まあめっちゃいいわ。めっちゃいいですよ。俺の分まで頑張れよ。で、サビ行こう。時間なくなってきたよ。やばい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 。